はい、こんにちは。こんにちは。今回は、浜松の鈴木さんの、ゴリラの紹介です。で、もっちゃんに紹介してもらいます。じゃあよろしくお願いします。はい、では鈴木さんのゴリラの紹介です。エンジンは、88cc にコアップされています。メーカーどこでしたっけ？メーカーはデイトナー。あ、デイトナーですね。はい、デイトナーで、デイトナーで、あとスイングアーム、G クラフト。 G クラフトですね。はい、で結構 G クラフトのパーツとかも使ってあるんですか？そうですね。あとバックステップ、はい、G クラフト。はい、 G クラフトです、はい、で、あとフィールがデイトナーのフィールになっています、はい、で、あとは、ヘッドライトキタコ、はい、で、サスペンションもキタコです。この赤と青のこのカラーリング、そして黒のこの色合いが結構いい感じになります。で、あとこちらですと、マフラー、吉村のマフラーです。で、あとは正面も結構ブレンボとかブレーキングとか、あのフロント周りも、変わってますね。はい、結構変わってます。ブレがいいですね。カバーですか？このライトのカバーは手作りのことです。じゃあ、あとファイヤーパターンの、そうですね、このファイヤーパターンのタンクすごい綺麗です。あの遠くなんでちょっとわからないかもしれないですけど、近くから見るとエアフェンダーも細かくで、あ、そうですね、エアフェンダーもこんな感じでとても綺麗に塗られてます。じゃあちょっと一度エンジン使用してもらい